石油の供給を断たれたことで、戦争に追い込まれた日本が生き延びる唯一の道は、速やかに卵塩などの南方の油田地帯を手に入れて採油を始めることだった。この攻略に当たるのは、寺内被災地大将を総司令官とする南方軍であり、フィリピン攻略に当たる第14軍司令官本間正治中将、マレー侵攻を担当する第25軍司令官山下智之中将、卵塩を担当する第16軍司令官今村仁中将、ビルマに進出する第15軍司令官飯田翔二郎中将からなった。海軍では連合艦隊の大半にあたる第2艦隊、第3艦隊、南京艦隊、第11航空艦隊に潜水船隊、その他を加えて南方部隊を編成し、第2艦隊司令長官近藤信武中将の指揮のもとに陸軍部隊の護衛と支援にあたることとなり、マレー方面への進攻の準備を開始した。マレー作戦を担当する南京艦隊の小沢治三郎中将は、マレー攻略部隊の山下智之中将からの要請に応じて、十分とは言えない兵力で海上護衛と上陸援護をすることになった。この作戦の肝は、イギリス軍に悟られる前に時間をかけずに奇襲上陸することであった。この時水上部隊の大部分は海南島の三亜に、航空部隊は仏印南部に展開を終えていた。1941年12月4日、船団の主力は航空部隊とともに、マレー攻略部隊山下智之中将の第25軍が乗る船団の護衛のために三亜を出撃し、大国南端のシンゴラ、バタニ、マレー半島北東岸のコタバルなど8カ所の予定上陸地点に向かった。小沢治三郎中将は、松永貞一少将率いる第21航空戦隊と今村治少将率いる第23航空戦隊を、それぞれ第1航空部隊、第2航空部隊として敵兵力の撃滅と船団の護衛を命じた。12月7日、輸送船団はイギリス軍哨戒機に発見されたが、何事もなく航行。8日未明、コタバルでの上陸作戦でイギリス軍機の攻撃により3隻が航行不能になったが、その他の地点では無欠上陸に成功した。当時のマレー半島はイギリスの植民地だった。イギリスは、シンガポールはイギリス連邦の存続を左右するキーストーンであるとして、有事の際には有力な艦隊を派遣することをイギリス連邦諸国に保証していた。しかし、ヨーロッパでドイツやイタリアの脅威が増大すると、イギリス海軍は日本軍の攻撃を受けやすいシンガポールへ艦隊を配備することに慎重になっていた。これに対し、ウィンストン・チャーチル首相は海軍の反対を押し切って、最新艦プリンス・オブ・ウェールズのシンガポール配備を主張した。チャーチル首相は、最新鋭の強力な艦艇をシンガポールに配備することによって日本の参戦を抑止するとともに、英国連邦の士気を高揚させることを考えていたのである。イギリス海軍はなおも反対したが、首相の意向には逆らえなかった。海軍軍令部は、プリンス・オブ・ウェールズやレパルス、そして4隻の駆逐艦からなる東洋艦隊を編成し、その司令長官にフィリップス中将を任命した。東洋艦隊は、1941年10月25日、イギリス本国を出港し、シンガポールに向かった。さらに、軍令部は、新鋭空母、インドミタブルを、シンガポールに派遣することを決定。しかし、この空母は、その後、ジャマイカで座礁してしまったために、来たる海戦に間に合わなかった。戦艦プリンス・オブ・ウェールズは、1941年3月に竣工したばかりであった。排水量は 36,727 トン、全長 227.1 メートル、そして 35.6 センチ四方、10門を装備していた。このイギリス皇太子の称号を冠した高速戦艦は、イギリスが不沈艦と豪語して
絶対の自信を持っていた。レパルスは 27,650トン、全長 242.3メートル、38.1センチ四方、6門を装備した巡洋戦艦である。11月16日、プリンス・オブ・ウェールズはケープタウンに入港。その後、コロンボに向かってレパルスと合同し、12月2日、シンガポールのセレター軍港に到着した。イギリス東洋艦隊司令長官フィリップ・スチュージョーは、一足先にセイロン島のトリンコマリー軍港から飛行艇でシンガポールに到着していた。その後、フィリップ・スチュージョーは、作戦協定のためにマニラに飛び、アメリカのアジア艦隊司令長官ハート大将と会談し、ラウィンにいるアメリカ駆逐艦8隻をシンガポールに回すことを依頼した。その間、レパルスはオーストラリアの協力を要請するためポートダーウィンに向かった。12月7日、イギリス空軍の哨戒機が日本の2大船団と護衛の艦隊を仏印南西の海面で発見。マニラにいたフィリップ・スチュージョーはこれを知らされると、慌ててシンガポールに戻り、レパルスを呼び戻した。8日午前1時、日本軍はマレー半島のコタバルに上陸し、午前5時38分からシンガポールを爆撃した。午後2時、プリンス・オブ・ウェールズに戻ったフィリップ・スチュージョーは緊急会議を開き、すぐに日本軍を攻撃することを決定。この頃、マレー半島およびシンガポールにはブルック・ポッパム大将の指揮下に2万人近いイギリス陸軍と戦闘機60、爆撃機70、雷撃機24の空軍部隊がいた。フィリップ・スチュージョーは空軍の支援を要請したが、ポッパム大将はマレー半島作戦の準備に追われていたことと、航行距離が長すぎることを理由に、これらの空軍を東洋艦隊の護衛に使用することに抵抗を示した。フィリップ・スチュージョーは、航行距離が長すぎることは日本も同様だと考え、戦闘機の護衛なしで出撃することを決意。この頃の陸上航空部隊の攻撃半径は370キロまでが限界というのが常識になっており、日本軍基地から700キロ以上も離れているマレー沖で攻撃を受けることは考えられないことだった。それゆえに、フィリップ・スチュージョーの判断も至極真っ当なものだったが、それ以上に彼は日本機の性能を軽く見ていた。彼の認識では、日本機はイタリア機と大差ない劣悪なものと考えていたのである。この軽視が後にイギリス艦隊に大惨事をもたらすことになる。こうしてフィリップ・スチュージョーは戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルス、そして4隻の駆逐艦エレクトラ、エクスプレス、ヴァンパイア、テネドスを持って Z 部隊を編成した。12月8日夕刻、シンガポールを出港して10日未明に日本船団を攻撃する予定を持って北上した。 Z 部隊は18ノットの速力でアナンバス諸島の南西に進み、同諸島の東を回って12月9日午前9時頃、その北方に達する。このまま9日いっぱいまで艦隊が日本軍に発見されなければ、10日早朝には日本船団に奇襲を加えられると予想しての行動であった。しかし9日午後3時過ぎ、日本の2号65潜水艦がイギリス Z 部隊を発見。イギリスの主力艦隊発見の報告が南県艦隊司令長官小沢治三郎中将のもとに届いた。この報告に小沢中将は困惑した。陸上偵察機からイギリス戦艦はシンガポールに在泊しているという報告を受けていたからである。しかしすぐにこの戦艦は大型商船の間違いであることが判明。小沢中将は予定していたシンガポールへの攻撃を取りやめ、北上してくるイギリス艦隊を撃滅すべく付近の艦艇を集結させる一方、
第1航空部隊に夜間の索敵攻撃を指令した。しかし、夜間と天候悪化のために索敵は困難を極めた。仏印基地から偵察に出た乙空襲部隊美幌航空隊の索敵機3機が小沢中将が乗っていた鳥海を敵艦と誤認するようなことも起こった。鳥海は慌てて発光信号で味方艦であることを示したが、通じた様子もなかったため急遽退避するとともに第1航空部隊司令部にこの様子を打電した。松永貞一少将はこの急報に驚き、すぐに索敵機3機に引き返すように打電。味方艦を攻撃する寸前だった索敵機3機は基地に引き返した。こうしたこともあって松永少将は夜間の危険な索敵を断念。夜が明けてから改めて索敵を始めることにした。以後65潜水艦はイギリス艦隊の追尾を続けていたが、水上偵察機が上空に現れ攻撃する素振りを見せたため先行してやり過ごした。再び浮上しイギリス艦隊の探索を始めたが完全に見失ってしまった。しかしこの水上偵察機は実は味方の索敵機であった。9日午後8時5分、フィリップス中将は駆逐艦テネロスを分離しシンガポールに向かわせた。日本軍はしばらくの間イギリス Z 部隊を完全に見失っていた。しかし10日午前1時22分、以後58潜水艦が月明かりの中で駆逐艦らしい艦影2隻を発見。以後58潜水艦は急速潜航の後潜望鏡でそれがイギリス艦隊であることを確認した。この時近藤信武中将率いる南方部隊本隊と小沢治三郎中将率いる南建艦隊は合同していた。以後58潜水艦からイギリス Z 部隊の最新位置が入り、その距離は約370キロ以上も離れていることが判明。近藤信武中将はこれでは追いつくことが不可能と判断し、Z 部隊の追撃は諦め、艦隊決戦の機会は消滅した。こうなった以上、Z 部隊を撃滅するためには、航空部隊に託するほかなくなってしまったのである。フィリップス中将は、日本軍に発見されたため、奇襲を断念し、アナンバス諸島を目指して南下をしていた。途中、クアンタンに日本軍が上陸したとの電報を受け、急遽変身してクアンタンに向かった。この突然の反転を好機と見た以後58潜水艦は、ネパルスに対し、魚雷5本を発射。しかし、いずれも命中しなかった。その後、以後58潜水艦は、速力差から Z 部隊を見失ってしまう。夜が明けて10日午前6時25分、第1航空部隊の松永少将は、Z 部隊を捕捉すべく、サイゴン基地から航空襲部隊、現山航空隊を発進させた。現山航空隊に遅れること19分、乙空襲部隊、美幌航空隊が津田海基地から発進。続いて、低空襲部隊、鹿屋航空隊も津田海基地より離陸した。イギリス Z 部隊はクアンタンに到着するも、日本軍の艦船の姿はなかった。誤報と判断したフィリップス中将は艦隊をシンガポールへの帰路に着かせた。その後、間もなく3番索敵船を索敵中の現山航空隊の鳳島佐と予備少尉がこの Z 部隊を発見。司令部に敵主力見ると打電した。電報は、直ちに、空中の全航空隊に転送された。一機の戦闘機の護衛もないイギリス Z 部隊は、三隻の駆逐艦の後方約2000メートルに、プリンス・オブ・ウェールズ、その後方約2500メートルに、ネパルスという隊列で航行していた。最初に、Z 部隊の上空に到達したのは、
美幌航空隊白井中隊の96式陸上攻撃機8機だった。午後12時30分、2隻の戦艦と3隻の駆逐艦を確認すると、午後12時45分、高度3000メートルで250キロの爆弾8発を投下し、1発がレパルスに命中した。これに対し、レパルスも砲門を開いて反撃。このため、白井中隊の8機のうち2機が被弾して、戦列を離れて基地に引き返すことになった。白井中隊の次に現れたのは、玄山航空隊の雷撃隊だった。玄山航空隊は、石原中隊と高井中隊に分かれた。石原中隊9機は、プリンス・オブ・ウェールズを、高井中隊7機は、レパルスを攻撃した。これに対し、プリンス・オブ・ウェールズは、対空砲火を打ち上げて、弾幕を張り対抗。しかし、それでも攻撃を仕掛けてくる日本機に驚いたフィリップス中将は、急いで回避運動を行った。このため、石原中隊の1機は目標を見失い、単独で、レパルスに攻撃目標を変えた。残りの8機は、プリンス・オブ・ウェールズに攻撃を続行し、魚雷2本を命中させた。このため、プリンス・オブ・ウェールズは左舷に傾き、速力も、30ノットから20ノットに落ち、舵も効かなくなった。しかし、攻撃をする日本機も無傷ではなく、石原中隊の1機は、対空砲火に被弾して、自爆してしまった。高井中隊は、レパルスに、魚雷3本を命中させることに成功。その直後に、レパルスは大きく傾斜したが、すぐに復元した。白井中隊の残りの6機は再度爆撃したが、命中しなかった。次に、美幌航空隊の高橋中隊が到着し、レパルスに魚雷7本を投下。3本が命中した。午後2時少し前、ようやく、鹿屋航空隊の一式陸上攻撃機雷撃隊が到着。鹿屋航空隊は、二手に分かれ、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスに攻撃を仕掛けた。プリンス・オブ・ウェールズの右舷に5本の魚雷を命中させ、プリンス・オブ・ウェールズの速力はついに8ノットまで落ち、沈没寸前に陥った。しかし、対空砲火は依然衰えず、鹿屋航空隊の2機が命中弾を受け自爆した。鹿屋航空隊は、レパルスにも7本の魚雷を命中させ、レパルスの運命は尽きた。午後2時3分、レパルスは沈没。半数以上の乗員はイギリス駆逐艦に救助された。なお、日本の航空隊は、救助作業を行うイギリスの駆逐艦を攻撃せず、救助作業を妨害しなかった。最後に、美幌航空隊の武田中隊が到着し、プリンス・オブ・ウェールズを攻撃。7発の500キロ爆弾を投下し、2発が命中した。最後のとどめを刺され、不沈を誇った最新高速戦艦もついに転覆して、午後2時50分、海の底へ消えていった。この時、乗員1612名のうち、1285名が救助されたが、その中には、フィリップス中将もリーチ艦長もいなかった。フィリップス中将は、幕僚から退避を懇願されたが、ノーサンキューと答えて、プリンス・オブ・ウェールズと運命を共にしたのである。日本側の資料によると、日本の航空隊は、プリンス・オブ・ウェールズに合計7本、レパルスに合計13本の魚雷を命中させ、この2隻のイギリス戦艦を撃沈した。日本軍のパイロットは、700km の遠距離を飛んで、この装甲をやってのけたのである。なお、日本側の被害は、玄山航空隊1機と、鹿屋航空隊2機の合計3機が撃墜されただけだった。こうして、世界史上初となる洋上航行中の戦艦に対して、航空機が正面から戦いを挑んだ海戦は終わった。それまでの海戦の常識を覆して、航空機が勝利し、これから後、
海戦の主役は戦闘機に移っていく。最新鋭の高速戦艦が陸上基地からの戦闘機に撃沈されたことは世界を驚かせた。チャーチル首相はイギリスの頼みの綱であった2隻の戦艦がマレー沖であえなく沈められた報告を受けた時のことを回顧録で次のように述べている。10日、私が書類箱を開けていると電話が鳴った。相手は軍令部長だった。首相閣下、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスが両方とも日本機に沈められました。間違いないか。疑う余地はありません。私は受話器を置いた。戦争の全期間を通じて、私はこれ以上の打撃を受けたことはなかった。いかに多くの希望と計画がこの2隻の戦艦と共に沈んでしまったことだろう。と述べている。チャーチルはその日一日、誰にも会わなかったという。プリンス・オブ・ウェールズとネパルス領戦艦の撃沈は、極東におけるイギリスの威信を大いに失墜させた。それまで中立だったタイは、日本への協力を約束し、その後間もなく、日本軍はシンガポールの占領にも成功。西洋支配の象徴とも言えるイギリスの力はついえ、東南アジア各国の独立への機運が盛り上がっていった。